ドラムサークル最高。ワン、ツー、みんなでどうぞ。はい、ドラムサークルって何ってよく聞かれるんですけど、ドラムサークルとは輪になって太鼓を叩く全員参加型の音楽活動です。太鼓を叩く音楽活動って聞いて、あ、そんな楽器の経験ないわとかって言われる方もたくさんいらっしゃるんですけど、楽器の経験とか音楽の経験とか全く必要なくてですね、ファシリテーターという皆さんの案内役がいますので、そのファシリテーターに合わせて音を出していくことで、一人一人が音でコミュニケーションをするように参加できる、とても楽しい活動となっています。ドラムサークルの場に間違いという概念はありませんので、その場で起きたハプニングですとか、例えば足音がバタバタっとしたりですとか、赤ちゃんの泣き声がしたり、そういうのも全部音楽の一つの要素になっていきます。で、その日集まった人たちで作り上げていく、今ここを楽しむという楽しみ方の音楽がドラムサークルです。やはり一番の魅力は全員参加型ということです。今までの音楽鑑賞会っていうのは、どちらかというと演奏者がいて、その素晴らしい演奏を子どもたちが聴くっていうスタイルが多かったと思うんですけれども、私たちがやってるドラムサークルっていうのは、全校またはクラス、または学年でみんなが集まって輪になる、そして、楽器を持って会話をしていく、そしてこの何とも言えない一体感を音で表現することができるというのはものすごい魅力だと思います、私たちはその場に行って、初めましてから始まって大体1時間ぐらい皆さんと一緒に時間を過ごすんですけれども、担任の先生たちが終わった後に必ず言われるのは、あの子のこんな表情を見たことがないとか、普段見られない表情を、引き出すっていうことも可能な、ドラムサークルなんですけれども、いろいろないい面がたくさんあります。子どもたちのですね、表現する場としても、すごくいい効果が得られます。そして、音楽家で考えると、私ずっと8年間ほど、小学校で音楽専科を務めていたんですけど、このドラムサークルをすることによって学習指導要領に入っている共通事項っていうのがあるんですけど、これもですね、実は言葉で説明するより、無意識のレベルでこれを体験できるという、ドラムサークルをするだけでそれが、体験できて、その後の音楽の授業、合奏とか合唱にもすごく、効果が得られるということがあります。なので、ぜひその学年、学校単位でみんなで一緒に、先生も含めて一緒にやるっていう、この、新しいスタイルのドラムサークルっていうのをぜひ学校に取り入れていただきまして、1回体験したいいただけると、皆さんの笑顔がもっと増えるのではないかなと思っております、ぜひよろしくお願いいたします。Thank you.
なと心を合わせて楽器を鳴らすことができてとても楽しかったし、ドラムを鳴らしているとすがすがしい気持ちになりました。楽しかったです。みんなと心を一つにしてリズムに乗って、楽しみました。こんなにいろんな楽器があることにびっくりしました。